当にここにいるつもりか。俺の邪魔だけはするんじゃねえぞ。こんな時まで。いて思いさせて悪かったな。まさか宇都宮を官軍に抑えられてしまうとは予想外だった。抑えられたって言っても単に官軍にビビって恭順した口だろう。奴ら以上の力を見せつけてやりゃすぐこっちに尻尾振ってくるさ。節操のねえ連中だからな。新政府軍に寝返った奴らの城なんざ落としちまって構わねえだろう。公平奉行さんよ、僕は別に戦うことに反対しているわけじゃない。ただ小山で戦っていた中軍後軍はまだ合流しきれていない。彼らが追いつくまで待ってくれと言ってるんだ。城を落とすというのは戦略的に愚の愚とされている。今はやれやれ、そりゃどこのありがてえ蒼天の孫引きだ。お得意の西洋砲術か。これは西洋だけの常識ではない。孫子の兵法にだって同じことが書かれている。徴兵は棒を打ち、その次は弓を打ち、その次は兵を打ち、その下は城を攻む。
つまりやむを得ない時を除いて城を攻めるというのは愚かだと説いているんだよ。愚を犯すのであればせめて自軍を最良の状態にして確実な勝利を目指さなくては。兵は拙速を聞くも未だこれを巧みにして久しくするを見ざるなり。戦争ってのは時間をかけてうまくやるより多少下手でも素早くやれってことだ。これも孫子の兵法に書かれてる言葉だぜ。土方君、話を混ぜ返さないでくれ。中軍後軍が我々に追いつくのに何十日もかかるわけじゃない。あと少しだけ待ってくれと。のんびり後続部隊を待ってるうちに敵の援軍が来ちまったらどうするんだ。あの射程の長い化け物銃を持った薩長の連中がやってきやがったら勝てる見込みはなくなっちまうぜ。それは機を逃すくらいなら俺が先鋒軍だけで城を落としてやるさ。それは危険だ。そんなのは戦争ではない、ただの自滅だ。自滅？結構じゃねえか。命がけで歯向かってくる敵はどうにかなるが、命を捨てて歯向かってくる敵ってのは倒すのに骨が折れるもんだ。まあ黙って見てろよ。明日日が暮れるまでには宇都宮城を落としてやるさ。このままじゃキリがねえな。そろそろ敵陣に突っ込んでもいい頃か。敵陣に？何を言ってるんですか。向こうは銃を持ってるんですよ。奴らが持ってるのは薩長が使ってる新型の銃とは違う。百軒も離れりゃ当たらねえし、命中精度も低い。それに弾の一発や二発当たったところですぐ死ぬわけじゃねえさ。そんな無茶な。お前らここに何しに来たんだ。戦争しに来たんだろう。だったら死ぬ覚悟ぐらい持ち合わせてるはずじゃねえか。合図をしたらそこのやつから前に進め。
俺は嫌だ。こんなところで死にたくねえ。おい、味方を切りやがったぜ。どういうことだ。頭がイカれてやがるのか。他にも敵前逃亡してる奴はいるか。怖かったら逃げてもいいんだぜ。ただよし、逃げようとした奴は片っ端からこの刀で切り捨ててやる。俺に切り殺されるか、それとも銃弾の雨の中を突っ切っていくか、好きな方を選べ。鬼だ。あの人は鬼だよ。土方さん、あと少しで城門を崩せそうです。おお、頼んだぜ。信用してるからな、島田。すげえ。あの人は本当に人間なのか。地獄から這い上がってきた鬼なんじゃねえのか。おい、お前たち、そろそろ敵兵の弾もつき始めたようだぜ。気合い入れ直せよ。この戦、もしかしたら勝てるんじゃねえか。そうだ、勝てるかもしれねえぞ。新選組に土方さんに続け。
開いた、城の大門が開いたぞ。勝った、俺たちが勝ったのか。思ったより手間取ったが、ま、予想通りだな。副長の采配、お見事でしたよ。玉の嵐の中を突っ切っていく姿は、まさに武士の鏡でした。おだてたって何も出ねえよ。それに、まだ城が落ちたわけじゃねえ。気を引き締めてかからねえとな。土方さん、素晴らしい戦いぶりでした。まさに源の義経が蘇ったかのようで、さすが新選組の副長です。我々はあなた方を誤解していました。申し訳ございません。離脱しようとしていた兵士を切ったのは我々を勝利に導くため、これ以上の脱退者を出さないためだったのですね。あなたの下で戦えることを誇りに思います。あなた方こそ本物の武士だ。これは一体どういうことなんでしょう。大丈夫に決まってんだろう。城を落とすまでは死ねねえさ。先鋒軍は俺に続け。日暮れ前には城に攻めるぞ。はい。この調子だと大した苦労もなしに落とせちまいそうだな。